皆さんこんにちは、須藤銀河です。銀河の部屋へようこそ。今日紹介するのはこちら、エントリーグレードストライクガンド。こちらが天面、横、そして底面、こちらを私はもうこれを組み上げております。まず取扱説明書、そして2袋に入っておりました。そしてこの A のランナーが2枚、そして B のランナーが割れておりますけど2枚入ってました。そしてこちらが エントリーグレードストライクガンダム。これはなかなかよくできていると思いますね。これが裏面です。この裏面に背中にバックパックに背中に丸い穴が開いてますね。ここに、HG のエールストライカーをドッキングさせることができると。私は実は HG は持っていないんですが、10年前に作ったリアルグレードがあります。それがこちらですね。こちらがリアルグレード10年前に作った、確か出たのも10年前だと思います。こちらにはストライカーがドッキングできます。おなじみのリアルグレードのポロリがこれにも、ありますね。ちょっとイライラするんで持ち上げてみましょうか。やはりこちらの方が
内部フレームがあるので重たいですね。そして背中にストライカーを背負うと、やはりちょっとまあ重たいわけですね。まあうまくバランスを取れば自立できるわけですね。まあ結構こうしてみると大体似たようにできてますが、よく見ると、こちらのエントリーグレードの方が顔が小さい。そして足の裏を見るとちょっと分かりづらいかもしれませんが、エントリーグレードの方が足が小さい。これはここ数年の流れですね。あのパーフェクトグレードの78もあの顔が小さくなって足も小さくなってますね。まあこんな感じですが、そうですね、ビームライフルなんかはエントリーグレードの方がちょっと凝った感じのものになってるんですが、実はこのエントリーグレード、指がもげて、親指がもげてますね、右手の。そしてそこを、実は真鍮線で、あれどっか行っちゃったな、真鍮線で修復したんですが、それでもこのライフルを固定するフックがあるんですが、そこが、折れてしまっています。右腕にこれを、ロックできない状態になってますね。まあこれもポロリがなければ悪くないキットなんですが、このまあエールストライカーですが、これをじゃあこれはめられないのかっていうと、この背中の穴ですね、これが四角いんですね。こっちは丸です。こういうふうに形が違ってるので、まあ共用はできないというわけですね。まあでもこのリアルグレードも悪くないキットではあります。ただまあ10年前のものですね。まあポロリがあります。このシールドもちょっと緩いですね。これは複雑に作りすぎたためのまあしょうがないわけです。このエントリーグレードですが、このシールドもしっかりしています。足の裏に
肉抜き穴がありますね。まあでもこれやっぱりスタイルなんか本当に R グレリアルグレ RG と本当に遜色ないスタイルで、このエントリーグレードはなかなかよくできてると思います。そうですね、これまあこの武装したセット買っても損はないんじゃないかと思う次第であります。そして HG コズミックイラのストライクのエールストライカーを背中につけてやれ。そしてこの、フラッグの部分を処理してあげれば、まあ、かっこよくなりますね。どうでしょうか。そうですね、もう少し、まあ、目の部分黒く塗装してあげればかっこよくなると思いますが、うん、まあポロリもありませんし、あ、こういう、あ、これ取れちゃった。まあこれは特に問題ない感じですね。こういうシード打ちも決まるわけです。まあ久しぶりにリアルグレードの方を出してみましたが、これもこれでなかなかスタイルは悪くないと思います。これがシールド、こちらがエントリーグレード、こちらがリアルグレードです。ちょっと色がまあ、こっちの方が落ち着いた感じの黄色になってますね。見では本当にこのビームライフルの色以外は、そしてブレードアンテナ、まああと 目がこちら金色ですね。リアルグレードはまあこの辺を除けば本当にわからないぐらいのプロポーションの良さだと思います。今日はこんな感じですね。ご覧いただいてどうも
ありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。銀河でした。